皆さん新年明けましておめでとうございます。加藤志保です。私のお正月はお家でゲームをしたり、レゴを作ろうかなと思ってたり、とにかくのんびり過ごしております。のんびりお正月の中で少しだけ沖縄に行ってきたので、その時の映像をちょっとどうぞ。美ら海水族館のガチャガチャでゲットしたアイテムたち見て、でん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 、人いるの、かわいい。私も1年よろしくお願いします。お正月は実家で、みんなで今日はジンギスカンを食べます。なかなかあれやから、子供たちでもみんな成人してる。みんな成人してるのに。もう30だって一番上は。30も23だよ。もう3になるよ。ありがとう。ありがとう、ニンちゃんが言ってくれた。私と2人は立つ。鹿肉じゃなくて羊肉だよね。そう、同じよ。まずこれジンギスカンね、やつけていいから、先にサラサラ、いや一つでいいよ、私たちのお家も食べる、うん、うん、野菜も一回、もやしも全部あれね、炊いてもらった方がいいね、一回ほら大丈夫、え、いいの、何も喋んなくて、あ、でもなんかこの感じでいいのかな、わかんないけど、うん、美味しいです。最後に焼肉食べて終わります。どうしても真ん中のお兄ちゃんがちょっと映りたいみたいです。バイバイ。皆さんこんにちは、斉藤京子です。新年明けましておめでとうございます。今日はじゃーん、私の大好きな日高屋さんのチゲ味噌ラーメンをテイクアウトしたので、こちらを食べていきたいと思います。わあ、久しぶりだ。めちゃくちゃ美味しそうです。じゃーん、それではいただきます。私本当に美味しいと何も喋らなくなっちゃうんですけど、本当に美味しかったです。やっぱり最高の一品です。ごちそうさまでした。完食しました。今年もよろしくお願いします。皆さんこんにちは、私は地元の山口県に帰省しています。地元のフグだったりいろんなものを食べて堪能しております。2024年も頑張りたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。フグの唐揚げ先買いましたので食べたいと思います。ではバイバーイ。皆さん明けましておめでとうございます。私は今神戸にいます。暗い、うわーすごい。初詣をして友達と2人で大吉を引きました。イエーイ。新年初タピオカも飲んで、めちゃくちゃいい年明けとなっております。じゃあ今年も頑張ります。バイバイ。はい、竹内きらりです。今日はちょっとお正月で帰ってきたということで、広島さんの牡蠣を食べたいと思います。私はレンジでチンして食べるのが好きです。広島産のレモンと大好きな柚子の村っていうポン酢をつけて食べるのがおすすめです。皆さんもぜひ食べてみてください。
ちょっと目の前に犬がいて面白いんですけど、いただきます。明けましておめでとうございます。日向坂46の浜岸ひゅうりです。今から、お友達と初詣に行きたいと思います。はい、おみくじ引きます。大吉を一発で引きます。ね、取れる19? 19これなんていうの、水晶吉、なんそれ。え、でも大吉ではないよね。大ないね。違うね。どうするどう。いや、もう一回引いてみるか。ルルちゃんがびっくりした。ね。三三三。怖いね。じゃあいくよ。じゃん。どうだ。あ、やばい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 。もう引かんほうがいい。もうやめるか。もうやめるか。今日でした。よろしくお願いします。バイバイ。今年初のおみくじを引いてきましたので、皆さんの前で結果を報告したいと思います。何これ見えますかね。今日のち大吉って書いてあります。どっち、今日のどっちですか。今日の後に大吉が来るっていうことなんですかね。ちょっと初めてだから分かんない。でもこれお母さんと一緒だったんですね。うん、2人とも同じおみくじ引きました。23番の今日のち大吉。ちょっとよく読んでみたらすっごい良かったんです。これまでの苦労がここで清算されて、これからは幸運がやってくるそうです。嬉しい。でも一応今日のうちなので結んでいきたいと思います。嬉しい嬉しい。よし、今年もいい年になりますように。1年頑張ります。幸せ待ってます。明けましておめでとうございます。金村美久です。ただいま長野県の北竜湖に来ております。今年は辰年ということで、なんか縁起の良さそうな場所にいますね。ね、今お母さんと二人旅なんですけど、もう全然見えなくて、去年もなんか北海道に行ってたんですけど、毎年ちょっと雪をね見れて嬉しいです。これからおじがやってる生チョコ屋さんに行こうかなって思ってるので、そちらでも動画撮ります。こんにちは。こんにちは。おじの正和さんです。はい、ちっちゃい時から生チョコ食べてます。はい、私がね、生チョコ食べてます。間違いないです。メインのチョコレートです。メインのチョコレートです。綺麗すぎる。綺麗すぎるね。これがこれね、そうそう、いつもね、あのメンバーに差し入れをしている生チョコです。群像の生チョコです。めっちゃ美味しい、一番、うん、世界一美味しい。美味しそう。こうやって作られております。ということで、レンクっていうチョコのケーキを食べたいと思います。いただきます。いつものおじさんのチョコの味がします。美味しいです。それでは、皆さん明けましておめでとうございます。上村ひなのです。2024年になりました。今年のお正月は家からあまり出ずに
お雑煮を食べたりだとかお餅を食べたり、あとは冷えないようにカイロをいっぱい貼ったりだとか、はい、そんな風に過ごしました。2024年の目標は声を届けるということです。なので今年は声のお仕事だったり、あとは歌のお仕事も自分なりに修行を積み重ねて頑張りたいと思います。はい、あと皆さんともっともっと仲良くなりたいです。今年もよろしくお願いします。の明けましておめでとうございます。お正月の過ごし方ということで、今日はめいちゃんと映画を見に来ました。イエーイ。何かと言いますと、こちらスパイファミリー。わー、楽しみ楽しみ。今日はこれ買いました。ランダム開けます。ラバーちゃんのコレクション。え、いいんじゃない。自由、私たちすごい自由。開けます。私はヨルさん、ヨルさん合ってる。私じゃあアーニャとボンドーマンの。あ、これね、かわいい。せーの、せーの、え、ゆるさん、アニャ、ビーパー、ビーパー、ビーパー、嬉しい、かわいい、すごい。メイはアニャが大好きで、あのスパイファミリーのグッズとかが売っているとね、あのメイは自分の分でアニャで、私にゆるさんのグッズも買ってきてくれるいつも。ありがとう。嬉しい。イエーイ。こんな感じで正月楽しんでます。はいはい。私年下なんだけど。はい、ということで今日お正月の動画でしたが、今は兄に撮ってもらってます。イエイエイエイ。2人なんですけど、今日は長野にあるおばあちゃん家に家族で行ってっていうお正月を過ごしました。楽しかったですね。どうでした？美味しかったですか？ご飯は。もうご飯がゆっくり食べるじゃないですか、お正月って、はい、だから一生お腹いっぱいなのにお箸止まらなかったですよね。いや、食べ過ぎちゃいましたね。はい、ということで今から3時間ぐらいかけて、はい、関東圏内に帰っていきたいと思います。また来年もお正月楽しみましょう。今年もよろしくお願いしますでしょ。はい、こんにちは、松田好花です。私はお正月になんと宮崎県の来栖の海にやってきました。ここは4期生がお披露目のピザ映像を撮影した場所で、せっかく宮崎に来たのでここにやってきました。今年も、みんなが大活躍できますようにお願いしました。ということで今年もよろしくお願いします。皆さんこんにちは、渡辺里奈です。お正月は本を読んだりゲームしたりダラダラーと過ごしておりました。今年はいろんなことに挑戦をして実りある年にしたいです。そして辰年なので大きなステージに立つことも目標に頑張っていきます。こんな髪の毛ボサボサで撮っちゃってすみません。今年も1年よろしくお願いします。それではバイバイ。皆さんこんにちは、高瀬真奈です。今回の私のお正月休みは家族と一緒にのんびり過ごしたお正月休みでした。そして今回私は新しくメガネを2つ購入しました。ちょっと紹介します。1つ目です。そして2つ目、土入りです。どうでしょうか。こんな感じでたくさんお買い物もしたお正月でした。バイバーイ。
皆さん明けましておめでとうございます。平岡美月です。私は地元福井に帰省して両親と一緒に初詣に行きました。絵馬を書いて神社に叶えますようにってかけてきました。そしてベビーカステラを見つけてとても嬉しかったです。はい、こちら福井名物のヨーロッパ圏のカツ丼でございます。本当に美味しいので、ぜひ皆さんにも食べていただきたいです。こんな感じで猫ちゃんと一緒にゆっくりしてたらお正月あっという間に終わっちゃいました。2024年もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん明けましておめでとうございます。正源寺陽子です。本日は私のお正月をお見せしようと思っているんですけれども、早速親戚が集まっておりまして、とっても賑やかです。今から100人一首をするので、その様子をぜひご覧ください。始まるよ。今から100人一首します。やるもの恋に口がんなこそつけ、 OKOK やだー、お願い。恋に口がんなこそつけれ。第1回戦は真央ちゃんが22枚、陽子が17、1位と3位でした。2回戦も頑張るぞ。いきます。新年明けましておめでとうございます。年越して1日なんですけど、初日の出をとろろくんと一緒に見たので、そろそろ実家に帰ろうと思います。ん？ね、実家に帰らせていただきます。帰ろう。お正月はですね、毎年家族でカタンっていうボードゲームをします。土地を広げてって、一番最初になんか10ポイント獲得した人が勝ちみたいなゲームなんですけど、今私がサイコロ振って7が出て、7が出るとこうなんか盗賊を移動させて相手の邪魔をできるんですね。白がお父さんなんですけど、お父さんが調子良かったので絶対に邪魔しようと思ってお父さんのところに置きました。ちょっと今年は私ボロ負けしてしまったので、来年のお正月は絶対に優勝します。新年明けましておめでとうございます。高橋美邦です。今着付けを終えて一旦自宅に帰ってきたんですけど、今から成人式に行ってきます。イエーイ。はい、今日から大人の仲間入りですので、まあ変わらず自分らしく頑張ります。2024年もよろしくお願いします。さようなら。やっほー、こんばんは、森本マリーです。はい、こちら振袖着てるのでお分かりの方もいらっしゃると思いますが、成人の日でした。わー、あ、こっちか。なのでね、だから本日は本撮りっていうのかな、そう、前撮りができなかったので、今日写真撮って成人式行きました。イエーイ。で、今は夜でこの振袖着たまんま神社でお参りしましたよ。はい、初詣しました。もう朝からメイクも髪もして、あと振袖も着て準備万端なので行っていきたいと思います。バイバーイ。今日は、はい、見つけました。今日は鳥取県で、振袖を着ました。見せてください。一回転してください。あ、いいですね。黄色です。ありがとうございます。黄色ですね。黄色です。じゃあどうぞ。はい、あ、リオちゃんです。リオちゃんです。一回転します。はい。いやー、かわいい緑色でした。緑色です。嬉しい。ありがとう。可
わいい。会えてよかったです。はい、結構人がいっぱいなんで、会えるか分かんない。見つけました。次は人狼だね。そうですね。また人狼で、そう、人狼で東京でお会いします。ではバイバーイ。あ、でもいいよ、いいよ。あ、戻ってきやがって。戻ってきた。皆さん、明けましておめでとうございます。石塚たまきです。私は家族と一緒に軽井沢へ来ております。わー、自然豊かでマイナスイオンを浴びながら日々過ごしてます。今年は20歳になる年になるので、精一杯頑張っていきたいと思います。今年もよろしくお願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。山下遥です。現在地元の愛知県に帰ってきております。こうやって菜の花に囲まれていましてですね、ここから山下占い。ラッキーカラーは黄色です。今年のラッキーカラーは黄色なので、ぜひ私みたいに黄色のお洋服を着て、たくさん楽しいひとときをお過ごしくださいませ。またね、こういう今年も良いお年を。今年も良い。新年明けましておめでとうございます。小坂直です。お正月は地元に帰ってゆったり家族と過ごしてました。意外と外にも出て、2024年一番外に出たんじゃないかなと思ってます。でもそうならないように、今年はたくさん外に出れるよう頑張りたいと思います。あとおみくじ引いてきたんですけど、しっかり大吉出してきたので、私はいい一年になるんじゃないかなと信じてます。楽しいお正月でした。新年明けましておめでとうございます。藤島香穂です。今雪山に来ています。初めてのスノボをしに来ました。冬眠なので雪のスポーツに強くなろうと思って頑張っております。今年は北海道にたくさん携わることができたらなって思っているので、2024年も一生懸命頑張ります。バイバーイ。緊張してますか？はい、とても緊張しています。あ、できてるじゃん。ガホリこんにちは、清水リアです。今年のお正月は今からおしるこを作りたいと思います。頑張るぞ。これどうやってやるんですか？あ、こうじゃない。あ、こうじゃない。開けれました。入れます。あの、塩塩、甘さ引き立てるために入れるんだよね。うん、ブブブブブブ結構入ったよ。味見したいと思います。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。できました。おしるこ食べます。いただきます。普通におしるこめっちゃ簡単だったから、みんなも作ってみてください。バイ、あ、待って。バイバーイ。